ジャブロック。はい、時刻は昼過ぎ。これからアメリカの時とは違うで、進化版のナルトをご覧さしたもそうろう。今まではな、あのナルトはアメリカでやった。だからチップ文化があってん、だからバンバンもらえた、あんなムービングだけで。やけどここは南米はチップ文化があんまりない、しかも物価も低い。だからこっから進化したナルトをご覧してさしそうろう。小学校の時に空手を何年かやっててんな、もう忘れてんけど、肩なんとなくやったんと、カンフーとボクシングと忍者と悟空の融合や。いや、それ融合じゃなくて、ゴリラみたいな。うっ、来た、やっと、めっちゃ嬉しい。やっぱ通用すんねん、この南米でも。俺のパワーはスピリットは。やろやろ、バンバン行こう。100ドル目指すでも。力入れろや。重っ。なんか体は疲れてるけど、心のなんか疲れみたいなのなくなったな。ガンガンにテンションが戻ってきたぜ。うわ、あかんわ。
一つかみじゃ無理やもん。うわ、でっかい。でも30ドル以上あるやろ、こんなん。結構あるな。これ1ドルとか普通に。とりあえず俺この1ドル持っとくから。1ドルと50セントちょいちょい入ってんな。うん、あととりあえずサイドのあのゲストハウス代だから、あのマルちゃんが言ってた 2,3 ドルのゲストハウスある言ってたやろ。うん、ちょっとこっからバスで行ったとこにあるらしい。そこ止まって。はい、いやこんなんいらんけどこんなんいらんけど、とりあえずこぼれるから君のハートに届け。じゃあとりあえず明日セントロで待ち合わせする。朝そう、ね、明日も路上するから。公園とこね。うん、オッケーオッケー。セントロの公園とこで。オッケー。ほなおやすみ。適当にテント張るわ。じゃあ、カメラ、俺、もらってこ。ああ、オッケーオッケー。どこにテント張ろうかな。とりあえず、この辺は町やから、町から歩いて、まあ1時間ぐらい歩いてみて、そこにテント、とりあえず張ります。1時間ぐらい歩いたんちゃうかな。もう街灯あるしな、まあ、この辺は結構空き地とかも多いから、この辺にしようかな。一人やと緊張すんな。一人で撮影ってあんまないから。よし、じゃあこの辺なんか意味わからん空き地みたいなのを見つけました。 OK? じゃあ一回切んで、ちょっとテント張らなあかんから。 OK? テントを立てることができました。一人でできるもん。もう一人で俺何言ってんの。でもな、立ててんけどテントがクソやねん。ビリビリに破れまくってんねん。これ穴開いてるし、ここほらぐちゃぐちゃやし。ええこと思いついたわ。これ逆に俺が今日一日でボロボロに破ることによって、もうテントで泊まれない。だから明日からはもうしゃあないな。一緒にゲストハウス泊まるかってことで、ゲストハウスに俺も泊まれちゃうっていう、この作戦どう。ちょっと今からテントの中入るわ。一回ライトどうやってつけるのか。ライトあったあったあった。これついたんかな。お、ついた。えぐい、まぶしい。うわー、入ったで、テントの中。これ景色なんかもう空き地やな。意味わからん。もともと一人旅してたけど、はあ、ツイキャスみたいやな。なんか一人で喋ってもでも反応返ってけへんけどな。まあ一人やったらやっぱり影もんもいい放題やな。サイドンの影もんサイドンの影もん思いつかんな。影もんって嫌いやねんな。なんかやっぱり影もん言うやつって絶対なんかこう言われてると思うし、そいつ自体が影もんを。うん、あとそういうのってやっぱ回り回って結局自分に返ってくると思うから、うん、影もんは言われへんな。うん、じゃあサイドのいいところを言おうか。いいところ、うん、まずすごいっていうのがは思うんが、目立ちたがり屋やね。めっちゃ俺は結構目立ちたがり屋で、なんかこう自分自身のやりたいこととかプワンみんなに見せて、でこう脚光浴びるんとか好きやし、自分にこうそれで酔いしれるわけやな。サイドは裏方なわけやん。裏方で俺みたいなきっつい旅にずっとこうついてきてくれて撮り続けてるって、俺それがなんかいつもほんますげえなって思うねんな。かつちょっと申し訳なくなる時もある。あいつ自身が結構そのきつがってる時、やべえみたいなとか、結構あいつ体そんながっつり、俺はほんま何食っても腹壊せへんし、まあ、どこでも寝れるしみたいな。でもあいつどっちかっていうと、なるな、体そんな、まあ標準やねんな。だから腹壊したり前みたいに熱出したりとかするね。それしんどい時とかもあると思うねん。でも俺やったらもうな、まあ、もう嫌やってなるけど、それでもなんかこうずっと撮り続けてる俺のことを、なんかそれがいつも見てて、人を応援できる人ってすごいなって思って。うん、だからなんかそういうところからなんか俺は学んでる。うん、俺もなんかこう
なんやろな、そのステージに立つだけじゃなしに、ステージに立ってない時は誰かを応援できるようなその人間になりたいなって思った。てか語り出したらこれ止まらんな。ちょっとそろそろ寝るわ。明日セントルで8時やったっけ9時やったっけ、もう忘れてもうたな。そういう時は9時でいくか。うん、おやすみ。